今日はせっかくの休みだっていうのに朝からサトルに呼び出された。くだらねえことだったら絶対殴ろう。そう思いながら指定された場所に行くと、そこにいたのは、あれ、ゆうた？お、マキさん、おはよう。もしかしてマキさんも五条先生に呼ばれたの？ああ、あいついきなり30分後に教室集合なんて LINE 送ってきやがったんだよ。ああ、僕と一緒だ。サトルからの呼び出しとか嫌な予感しかしねえ。しかも呼び出した本人が来てねえとか、どうなってんだよ。五条先生は何かと忙しい人だから仕方ないよ。ゆうた、サトルに甘い顔すんな。あいつすぐ調子に乗るぞ。ちょっとちょっと、僕のことそんな風に言わないでよ。あ、五条先生、おはようございます。おはよう。サトル、お前人のこと突然呼び出しといて遅刻とはどういうことだよ。ごめん、ほら僕って何かと忙しい人だからさ。ほらな、ゆうた、言わんこっちゃない。冗談はさておき、早速本題に入るね。実は今日二人に任せたい任務があるんだ。任務？ふざけんな、私は今日休みなんだよ。知ってるよ、でも頼めるのはマキとユータしかいないんだよ。僕が行くはずだった任務だからそれなりに難しいだろうし、誰かで構わず頼むわけにはいかないでしょう。僕は大丈夫ですよ、特に予定もないですし。おい、ユータ、本気か？サトルのことだから私たちに任務を押し付けて自分はどっかでサボったりするぞ。そんなことしないよ。特級術師と高専教師の兼任って意外と大変でさ、あまり人には言えないような予定もあるんだよね、お願い。そういうことなら僕が引き受けますよ。さすがユータ、ありがとう。マキさんはせっかくの休日だし休んでていいよ、僕一人で行ってくるから。あれ、マキはユータ一人に頼まれ事を押し付けちゃうのかな。くそ、わかったよ、行けばいいんだろ、行けば。さすが、頼りになるね。マキとユータが二人で行ってくれれば安心だ。僕も予定が終わり次第すぐに駆けつけるから、じゃあよろしく。あっという間にいなくなっちゃったね。相変わらず自分勝手なやつだな。なんかマキさんのこと巻き込んじゃったみたいでごめんね。何言ってんだよ、ユータが謝ることじゃないだろ。それよりさっさと片付けるぞ。なんだかんだで一度引き受けたことは真面目に取り組んでくれるのがマキさんらしいな。じゃあ早速現場に行こうか。おい。数時間後。くそ、なんだこの空間、呪霊に閉じ込められた。どれだけ打撃を与えても破れないね。スマホが繋がらねえ、完全に通信を遮断されてるな。この領域内呪術が使えないみたいだ。リカちゃんの気配が感じられない。はあ、油断したつもりはなかったんだけどな。まあ用事が終わり次第サトルも来るって言ってたし、そんなに心配いらねえか。見つけ出してくれるのを待つしかねえな。この密室、脱出はできないけど外からならきっと壊せるだろうしね。そうだな、万が一壊せなくてもサトルならなんとかしてくれるだろう。そうだね。ん？ユータ、お前なんか顔色悪くねえか、どうした？は、ユータ、ごめん、実は少し前から体調が万全じゃなくて。はあ？なんでこんなんなるまで言わねえんだよ。ごめんなさい。本当ならがっつり説教してやりたいが、ユータかなりきつそうだな。仕方ない、今は看病に専念するか。でも体調不良ってだけでこんなに具合悪そうになるもんか。油汗とかも出てるけど。ふユータ、どっか痛いのか？いや、なんでもないんだ。この痛がり方、絶対おかしい。おい、ちょっと腹触るぞ。あ、ちょっと、マキさん、痛。やばい、我慢できなくて、つい。ユータ、今、痛いっつったよな。どういうことだよ。実はさっき呪霊と戦った時にちょっと負傷してしまいまして。はあ、お前ってやつはなんでそういう大事なことを言わねえんだ。隙を見て反転術式で治せばいいかって思ってたんだけど、呪術が使えないこの密室に閉じ込められてしまって。
そうだ、こいつ自分のことは平気で後回しにするやつだった。翔子さんに連絡もできねえってのにどうすんだよ。マキさん怒ってる？迷惑かけてごめんね。ああもういい、私が応急処置するから傷見せてみろ。え、どうした？早くしろよ。いや、ちょっと恥ずかしいというか。恥ずかしいとか言ってる場合かよ。本当に僕は大丈夫だから。お前の大丈夫は信用できねえんだよ。いいからさっさと上着を脱げ。そんな無理だよ。わかった、じゃあ選ばせてやる。え、私に無理やり脱がされるか自分で脱ぐか、どっちがいい？マキさんなら本当に僕の服を脱がせかねない。というか、マキさんが本気を出せば僕は間違いなく抵抗できない。自分で脱ぎます。よし、前を開けるだけじゃダメだぞ。他にも怪我してないか確認するからちゃんと脱げよ。お、わかりました。体を見られるなんて緊張するよ。結構血が出てるな。ちょっと触るぞ。痛むか？うわ、最悪だ。なんか恥ずかしい声出ちゃった。いや、ごめん、なんでもない。思ってたよりくすぐったくてびっくりしただけだから。そうか、そんな慌てられると逆に気になるんだが。ダメダメダメ、意識しないようにって考えれば考えるほど敏感になっちゃうよ。冷静になるんだ僕。こういう時は清く正しいことを考えるといいんだよね。昨日犬巻くんと一緒に見た子犬の動画を思い出そう。ユータの傷深くはないみたいだな。でもどうにかして止血したいんだが、こんな密室じゃ使えるものが何もない。こうなったら私の服を使って止血するか。ちょっとマキさん、何してるの？何って止血をするんだよ。いや、だからってなんでマキさんが脱ごうとしてるの？こんな空間じゃ止血に使えるものが何もねえだろ。だからこの布で縛ろうと思って。私なんかの制服で悪いな、ちょっとだけ我慢してくれ。いやいやいや、ダメだよマキさん。っていうか僕の傷は本当に大したことないから。でも結構痛そうだぞ。そんなことない、全然痛くない。だから服は脱がないで。痛くないとか絶対嘘だろ。嘘じゃないから。私高専に戻れば制服のスペアあるから遠慮すんなって。そういう問題じゃないんだってば。お願いだからここで脱がないで。いや、でも止血を。いいから。その時、ユータ、マキー、グレードティーチャー五条が助けに来たよ。あ、サドル。五条先生。え、上着を脱いだユータがマキの上着に手をかけてる。これってつまり。ああ、ごめんごめん、お邪魔しました。違います、待ってください。いや、下手に隠さなくていいってば。せっかく二人きりだったのに、この謎の空間ぶち壊しちゃってごめんね。でもユータがそんなに積極的だったなんて意外だな。先生、絶対誤解してますから説明させてください。いいからいいから。だって男が女の子の上着に手をかけるなんて、ねえ、この先することなんて決まってるじゃん。しかもユータもう脱いでるし、やる気満々ってことでしょう。違いますってば。お前ら何騒いでんだ？っていうかサトル、ユータが怪我してんだよ。早く翔子さんのとこ連れてってくれ。あれ？もしかして僕の早とちりだった？本当に何にもない感じ？そうですよ、完全に先生の勝手な早とちりです。それは失礼。もうユータってば紛らわしいんだから。いつまでふざけてんだよ。早く高専に連れてけ。はいはい。はあ、なんかどっと疲れた。数時間後、マキさん、今日は本当にごめんね。いろいろとご迷惑をおかけしました。迷惑なんて思ってねえよ。それより怪我大丈夫だったか？うん、念のためイエリさんに見てもらったけど何ともなかったよ。それならよかった。いやー、それにしてもさっきは面白かったな。ユータってば顔真っ赤だったんだもん。もうその話はやめてくださいよ。そういえばさっきの現場後始末してくれたのか？もちろん、呪霊はきれいさっぱり払っておいたよ。って言っても二人がほとんど
払ってくれてたからね。僕はあまりやることなかったよ。今日は本当にありがとね。サトルが素直にお礼を言うなんて珍しいな。明日は雪でも降るのかな。こらこら、僕普通にお礼言うけど。どうでか。ところでサトルの今日の用事って何だったんだ。私たちのとこに来るのもう少し遅くなると思ってた。確かに特急案件にしてはずいぶん早く片付いたんですね。あれ、僕任務に行くなんて言ったっけ。え、お前もしかして。今日はね、僕の大好きなスイーツ店で数量限定の新作が発売される日だったんだよ。絶対初日に食べたいって思ってさ。嘘でしょ。もしかして僕たちが代わりに任務に取り組んでる時、先生はスイーツ食べてたの。二人のおかげで無事新作が食べられたよ。超美味しかった。てめえふざけんじゃねえ。殴る、絶対殴る。暴力反対。お前サボりじゃないって言ったじゃねえか。そうだっけ、忘れちゃった。サトル、ふざけんな。ごめんね、もうしないから許して。許すわけねえだろ。先生、全然反省してないですよね。あれ、バレた。もう。でも僕のおかげで、ユータは今日、マキとイチャイチャできたでしょ。だから、違いますってば。その後、マキさんとの任務は予想外に刺激的な展開になっちゃったな。今度から五条先生の頼み事にはもう少し慎重になろう。密室でマキさんと二人きりで緊張したけど、あれはあれでラッキーだったっていうか、五条先生にはちょっとだけ感謝だな。僕がこんな風に思ってることを先生に知られたら 100% からかわれるから、本人には絶対言わないけどね。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。